それでは本日は測量士の問題、令和元年17番の問題をしたいと思います。これは写真測量になります。写真測量の縮尺の分母を扱った問題をやっていこうと思います。縮尺といえば何とか分の1 m 分の1、必ず分子の方は1になりますので、その m についての式というのをしっかりと理解すればできるという問題になります。では解いていきましょう。まずは重要な項目です。縮尺の分母 M は F 分の H イコール斜分の実。何が書いてあるかというと、 F はこれは画面距離です。で、 H はこれは撮影高度、そして斜というのはこれ写真上の大きさで、実は何か実物の大きさです。そういうことで、求められます。これはもう写真測量ではよく使いますので、しっかりと覚えておくようにしましょう。では今回はどういう問題かというと、全て同じ地上画素寸法が与えてあって、でそして対地高度はいくらですかという問題です。それぞれのカメラの種類が5つ種類があります。でこの中の対地高度が一番大きいものはどれになりますかという問題でした。でこの問題を解くにあたって、まずはこの地上画素寸法はこの公式の何にあたるかというと、これは実物ですね。一画素の実際の大きさを言います。で対地高度は撮影高度、地面を写っているところから飛行機まで、飛行機から写真を撮りますので、飛行機までの高さ、これが H です。求めたいのは H になるということです。じゃあ、ここに与えてあります。これ、表で与えてありましたが、画面距離は何か、これが F です。じゃあ、素子寸法は何かって、これは1画素のあたりの大きさなので、これは写真上になります。ということで、これらがもう全部出てます。で、そして H イコールでそれぞれ全部与えてやればいいので、それの大きさを求めなさいということになります。はい、ではそれぞれカメラ1から5まで H を求めていこうと思います。カメラ1の場合、H イコール斜分の実、斜は 7.2 マイクロメーター分の実、今回は実物はこれです。実は分かりませんが、これ全部一緒です。同じなので、でそしてこれに F を掛け算してやればいい。まあ、これでとりあえず式を立てていく。単位は違いますが、それぞれの式を立てていってみるということが重要になってきます。で2番目、2のカメラではどうなるかというと、 H イコール斜6実かける100というふうになります。で3番目、 H イコール6分の実かける70、もうこの時点でこちらの方が大きいというのは分かりますね。これとこれの2つを比べるもこっちは大きいというふうになりますね。はい、じゃあ次4番目、7.2 分の実で、そして92ということは実は同じなので 7.2 分のこっちの方が大きいってなりますね。なのでこちらはありえない、これもありえないというふうになりますね。だからこれはこれということになります。では5番目、12分の120
ナグニじゃないですね、実ですね、実物、実かける120ということになります。これは充実ですね。というふうになります。では、これとこれはもうありえませんので、じゃあこれを計算すると、これは6を、100を6で割ってやればいいので、だいたい1、6.666 実ですね。ということは、これとこれを比べればもうこっちはないということですね。では最後、これ計算機ですればいいですね。7.2 と、100.5 と 7.2 を割り算すれば、ここは 13.9 いくらいくら実と。というふうになれば、こちらの方が大きいと。こっちではないですね。ということは、今回はこの2の方が大きかったということになりますね。で、単位が違うじゃないか。これ全部計算は同じものなので、単位を気にせずに出てきた答えが大きければいいと。実際これが何ミリですかとか、何センチですかとか、そういうことが聞かれたら単位はしっかり揃えなくてはいけませんが、今回はどれが一番大きいですかというふうに決まって、全部単位が一緒。ってことは数字だけの計算を計算機でやっていけばいいと。まあ式を立てればもうこの時点でこれとこれ消える。で、これと比べたらこれ消える。で、最後これ比べてみたらこれ消えた。で、2番が一番大きいというふうになります。この写真測量において、これも測量指法でも出ますけれども、縮尺の分母は F 分の H イコール斜分の実。これはきっちりと覚えとかないと、写真測量で対応することはできませんので、簡単な式です。F 分の H イコール斜分の実。こじつけみたいですが、このような公式もしっかり覚えるようにしてください。以上で説明を終わります。